現在では日本人の選手が海外で活躍することはそこまで珍しくなくなりましたが、少し前までは日本人が海外でプレーするためには高いハードルがありました。そのような状況下でも海外でひときわ異彩を放つ選手たちがいました。そしてその流れは現在にも引き継がれ、新たな日本代表の柱として台頭してきた選手もいます。当チャンネルでも海外で活躍する日本人選手を取り上げてきましたが、今回は海外で特にインパクトを与えた、また現在も与え続けている選手を総集編としてまとめてお届けしたいと思います。彼らの物語を一気に見たい方はぜひこのままご覧ください。日本代表のフォワード伊東純也、日本代表の右ウィングとして絶対的な存在となっている怪物は、今や日本国内にとどまらずヨーロッパでも実績を残しています。 J リーグのヴァンフォーレ甲府でプロキャリアを歩み始めた伊東は、その後柏レイソルで J リーグ屈指のサイドアタッカーに成長。2017年には日本代表に初招集され、2019年にはベルギーへの移籍で海外リーグに初挑戦。現在はフランスのリーグアン、スタッドランスの欠かせない主力として活躍しています。伊東の特徴は何といってもスピードを存分に生かしたドリブル、緩急とタイミングで一気に対峙する相手選手を置き去りにするドリブルが一番の持ち味です。近年は得点のパターンも多岐にわたり、今や日本代表に欠かせない得点源となっています。この動画ではそんな彼がこれまでどんなキャリアを送ってきたのか、どのようにして日本を代表する怪物になったのか振り返ってご紹介していきたいと思います。伊東は1993年3月9日、神奈川県横須賀市で産声を上げます。小学1年生の頃からサッカーを始めたものの、学生時代は全国的に名の知れている選手ではありません。いわゆる雑草育ちで、エリートコースとは無縁の選手でした。中学校の入学前に、横浜 F ・マリノスのジュニアユースに入団するためのセレクションを受けますが、結果は不合格。 J リーグのアカデミーでプレーすることは叶わなかったため、横須賀のクラブチームでサッカーする決意を固めます。中学校卒業直前には私立からのオファーもあったものの、進学先に選んだのは地元の神奈川県立頭陽高等学校。当時の頭陽高校は確かに全国高校サッカー選手権大会神奈川予選で決勝に進出した実績がありましたが、決して全国大会の常連といった立ち位置ではありません。プロ入り後のインタビューで当時を振り返った伊東は、強い高校には必ずある寮とか上下関係とかが嫌だなと思っていたので、家から通えるところにしたんですと背景を説明。さらに当時の頭陽高校のレベルについては、結構強いのかなと思っていたんですけど、入ってみたらめちゃ弱かったと振り返っています。実際伊東が高校3年生の時の選手権予選では神奈川県のベスト32で敗退。日本代表に入るような選手は高卒でプロになるケースが多いですが、伊東は当時からプロを意識したことはなかったと話しています。それでも伊東にとって最初の転機となる出来事は高校時代に起こっています。神奈川県の強豪で全国大会の常連としても知られている桐光学園高校と試合をした時のことです。伊東が在籍していた頭陽高校は1対6と大敗を喫しますが、全国レベルで切磋琢磨している選手たちを相手にしても、伊東のプレーは決して引けを取るものではありませんでした。この試合には桐光学園高校の選手たちを視察するために大学サッカーのスカウトが多く訪れていたのです。スカウトたちの目に留まったのは桐光学園の選手たちではなく、負けているチームで一人輝きを見せるサイドアタッカー。この試合がきっかけで伊東は多くの大学からのオファーを勝ち取り、最終的には神奈川大学への進学を決めることとなりました。当時神奈川大学は関東大学サッカーリーグ戦の一部に所属、全国から優秀な選手たちが集まる大学サッカー最高峰の舞台に身を置いていました。伊東は1年生の頃から出場機会を確保しますが、神奈川大学は伊東が2年生だった2012年に2部へ降格するという浮き目を見ます。それでも伊東は個人としては圧倒的なパフォーマンスを披露。3年生の時には2部リーグ20試合の出場で17ゴールを記録し、
ベストイレブンと得点王をダブル受賞します。翌年も10ゴール12アシストをマークして2年連続のベストイレブンに輝き、チームを一部昇格へと導きました。大学サッカーを経験したメリットについて伊藤は、プレー面でもトータル的に成長できたとは思いますけど、一番は人間として成長できましたと振り返っています。また個人として秀でた成長を残し続けたことで伊藤の心境面にも変化が。関東選抜のメンバーにも選ばれ始めた伊藤は、チームメイトがプロ入りという目標への高い意識を持っていることに影響を受け、自分もならなきゃいけないと感じていたことを明かしています。チームのカテゴリーが下がったことで、おのずとプロからの注目度は低くなっていましたが、2部そして関東選抜で個人としての輝きを増していた伊藤のもとには J クラブからのオファーが舞い込みました。伊藤の獲得に名乗りを上げたのはヴァンフォーレ甲府とモンテディオ山形。2クラブの中から伊藤は当時 J1 リーグに所属していたヴァンフォーレを選びます。こうして大学卒業後の2015年、伊藤はプロ契約を結ぶこととなったのです。余談ではありますが、普段の伊藤は度がつくほどの人見知りです。高校時代には国体の県選抜メンバーに選ばれるも、知らない人たちとのプレーを嫌がり辞退したことがあります。大学サッカーで印象的な活躍を見せていた伊藤は、加入1年目から安定した出場機会を確保。ファーストステージ第2節の名古屋グランパス戦でプロとして初めてピッチに立つと、第9節の鹿島アントラーズ戦では初めてスタメン出場のチャンスを勝ち取ります。鹿島戦では後半にプロ初ゴールを記録しました。 J1 リーグの舞台で30試合出場4ゴールという成績を残した伊藤は、シーズン終了後に柏レイソルへの移籍を決断します。レイソルでも引き続きレギュラーとして活躍し、2016年はキャリアハイとなる7ゴールをマーク。またレイソルに欠かせないサイドアタッカーに君臨していた2017年には日本代表に初招集されます。翌年に行われた FIFA ワールドカップロシア2018のメンバーに選ばれませんでしたが、森保はじめ現監督の初陣となった2018年9月のコスタリカ代表戦では途中出場を果たし、終了間際には日本代表としての初ゴールを記録しました。レイソルと日本代表どちらでも出場機会を得る充実のシーズンを過ごしていた伊藤、翌シーズン開幕前の2019年2月には海を渡る決意を固めます。移籍先はジュピラープロリーグの KRC ヘンク。ベルギーで優勝を争っていたクラブからのオファーを受け入れ、海外でその能力に磨きをかけることが決まりました。即戦力としてチームに迎えられた伊藤は、合流直後から出場機会を確保し、加入からおよそ1ヶ月が経った3月、第30節の SV ズルテワレヘム戦ではベルギーでの初ゴールも記録します。結局伊藤はシーズン途中の加入ながら14試合に出場して3ゴールを記録。チームはこの年のジュピラープロリーグを優勝し、翌年のチャンピオンズリーグ出場権を獲得しました。迎えた2019-20シーズン、クラブレベルでは世界最高峰と称されるチャンピオンズリーグの舞台に初めて挑んだ伊藤。ゴールやアシストなど得点に直結する結果は残せませんでしたが、グループステージの全6試合に出場し、リバプールやナポリといったトップクラブとの対戦を経験しました。続く2020-21シーズンは公式戦42試合の出場で12ゴール16アシストを記録。欠場したのはシーズンでわずか3試合のみと、驚異的な稼働率を見せただけでなく、ベルギーカップ決勝戦のスタンダールリエージュ戦では先制ゴールを決めてクラブを優勝へ導くなど、その勝負強さも発揮しました。ちなみにベルギーでも高く評価された伊藤の最大の持ち味であるスピードはお父さん譲りだそうです。伊藤はインタビューで、自称俺より速いらしいですよと明かしています。ヘンクだけでなく、ベルギーの国内リーグを代表するプレイヤーとなった伊藤は、クラブだけでなく日本代表でもエースとしての立ち位置を確立し、2021-22シーズンの戦いに臨みます。このシーズンも伊藤は怪我による離脱などもなく、シーズンを通してフル稼働。ジュピラープロリーグ、ベルギーカップ、ヨーロッパリーグなど実に49試合でピッチに立ち、8ゴール21アシストを記録しました。リーグのアシスト王に輝いただけでなく、第4節ルーベン戦の得点はリーグの年間最優秀ゴール賞に。その得点とは、右サイドから中央へと入り込んでいった伊藤が味方とのパス交換から最後は左足でコントロールショットを沈めたものでした。ジュピラープロリーグも公式 SNS を通じて、これ以上上手にシュートを打つことはできませんよねとスーパーゴールを褒めたたえています。また
日本代表としては2021年9月から FIFA ワールドカップカタールアジア最終予選を戦うことに。初戦のオマーン代表戦を0対1で落として迎えた第2節の中国代表戦、躍動したのはベルギーで輝くイラテンウイングでした。スコアレスで迎えた40分、右サイド高い位置でボールを持った伊藤は迷わず1対1を仕掛けます。一瞬のスピードで対峙した相手選手を置き去りにすると、ゴールキーパーとディフェンダーの間に絶妙なクロスボールを送り、大迫勇也の決勝ゴールをアシスト、日本代表にアジア最終予選初白星をもたらしました。続くサウジアラビア代表戦は累積警告による出場停止で伊藤は欠場、チームもまさかの敗北を喫し、カタール行きの雲行きが怪しくなってしまいました。それでも伊藤の出場停止が解けた日本代表はここから底力を発揮します。オーストラリア代表との一戦を2対1で制すると、続くベトナム代表戦、オマーン代表戦では伊藤の決勝ゴールで勝利。4連勝を目指して臨んだ中国代表戦では11分に伊藤のクロスボールが相手ペナルティーエリア内でのハンドを誘発し、先制点となる PK をゲット。後半には中山雄太のクロスボールを頭で叩き込み、伊藤の2ゴールに絡む活躍で白星を飾りました。さらにグループ首位に立っていたサウジアラビア代表との一戦でも伊藤は大活躍。持ち前のスピードを発揮したクロスボールから南野拓実の先制点をアシストしただけでなく、後半には強烈な右足シュートで追加点をマーク。伊藤はアジア最終予選で4試合連続でゴールを挙げ、これは日本代表史上歴代最多タイの記録となりました。伊藤の活躍もあって波に乗った日本代表はオーストラリア代表との試合でも勝利をつかんで、カタール行きの切符をつかみ取っています。ヘンクでアシスト王に輝き、日本代表でもワールドカップに導く活躍を見せた伊藤は2022年7月に新天地を求める決断を下します。移籍先はスタッドランス。伊藤の獲得には1000万ユーロの移籍金が支払われ、5大リーグの一つであるリーグアンにステップアップを果たすこととなりました。伊藤はフランスの環境にも即座にフィット。スタッドランスでのポジションはこれまでとは異なる2トップの一角で、よりゴールに近い位置でのプレーが増えると、デビューから3試合後のリーグアン第4節リヨン戦でフランスでの初ゴールを挙げました。続く第5節アンジェ戦でも2試合連続となるゴールを決めると、第9節トロワ戦では1ゴール1アシストでチームの全得点に絡む活躍。スタッドランスでも主力として輝きを放ち続けています。ちなみに日本代表で右サイドのコンビを組み、かつてリーグワンのマルセイユでもプレーした酒井宏樹はフランスメディアのインタビューで伊藤について、彼は試合の流れを読む能力を持っていて、そうした特徴がチームにプラスの影響を与えていますとコメント。またル・マンやサンテティエンヌなどリーグアンのクラブを渡り歩き、伊藤と同じサイドアタッカーとして活躍した松井大輔はフランスメディアに対して伊藤の特徴を次のように語っています。彼ほどスペースをうまくつくことのできる選手はなかなかいないです。僕には彼のようなスピードがなかったので羨ましいですね。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。日本代表として国際 A マッチ38試合出場9ゴール、そしてスタッドランスでもレギュラーとして活躍している伊藤は現在29歳ながら、まだまだレベルアップしそうな雰囲気を醸し出す怪物です。リーグアン、 FIFA ワールドカップカタール2022、そしてその先の日本代表でもそのスピードとドリブルを武器に観客をワクワクさせるようなプレーを見せてくれるでしょう。アイントラハとフランクフルトに所属する日本代表ミッドフィルダー鎌田大地。サッカー IQ の高さとテクニックを併せ持つこの攻撃的ミッドフィルダーはフランクフルトの頭脳として活躍する怪物です。広い視野と巧みなポジショニングで攻撃時はチームの潤滑油となるだけでなく、守備時も相手のビルドアップに制限をかけ攻守両面でチームに貢献する選手です。そのプレーはかつてドルトムントで躍動した香川真司に匹敵すると欧州のメディアで評価されています。そんな鎌田は高校卒業後サガン鳥栖でプロデビューし、2年後にはフランクフルトに移籍。移籍直後は出場機会に恵まれないものの、レンタル先のシントトロイデンで才能が開花します。フランクフルトにレンタルバックするとレギュラーに定着、チームも躍進しヨーロッパリーグ優勝にも貢献。鎌田自身も欧州の強豪クラブに注目される存在となります。日本代表でもフランクフルトでの活躍が評価され序列が急上昇。
カタールワールドカップでは日本の攻撃の中心として期待が集まります。この動画ではそんな彼がこれまでどんなキャリアを送ってきたのか、どのようにして欧州中に注目されるミッドフィルダーになったのかご紹介していきたいと思います。1996年8月5日、鎌田大地は愛媛県伊予市で大学までサッカーをしていた会社員の父とダンスフィットネススクールでインストラクターを務める母の間で2男1女の長男として生まれます。世界で活躍してほしいという願いを込め、ソウル五輪金メダリストの鈴木大地にあやかり名前を授けられました。キッズフットボールクラブでサッカーを始めた鎌田は早速その才能を見せ、小学6年生の時には全国制覇を経験します。中学生になると大阪に住む祖母の家から通える距離にあったガンバ大阪ジュニアユースに入団。同期には現在スコットランドセルティックに所属している井手口洋介など精鋭が揃っていました。しかしここで鎌田は挫折を味わいます。当時成長期真っ只中の鎌田は体と感覚のバランスが取れないクラムジーという症状に悩むように。この頃のことを鎌田の父は、中学には身長150センチで入学したのに3年間で約25センチも背が伸びた、急激に背が伸びて思い通りに体が動かない時期があったと振り返ります。毎年のように腰や手を骨折し、数ヶ月離脱するような不運にも見舞われ、鎌田は父に対して、いつになったら俺の体は思い通りに動くようになるんだと弱音を吐くこともあったそうです。結局中学時代は怪我に泣かされ、ユースに上がることは叶いませんでした。高校生になった鎌田は京都の東山高校に進学することに。この高校時代が鎌田にとって大きな転機になりました。決して強豪とは言えなかったものの、100人もの部員がいるこの高校で鎌田はハードワークと仲間の大切さを学びます。高校1年生の時、とある試合に出場した鎌田はスタンドで先輩を含む100人以上の部員が声を出して応援している姿を見て、僕のためになんでこんなに応援してくれるのか、みんな試合に出たいはずなのに、胸が熱くなったと彼の父に語っています。高校3年生の時には自ら立候補してキャプテンに就任。チームは高円宮杯プレミアリーグウエストで最下位と低迷し、全国高校サッカー選手権出場は叶わなかったものの、リーグで得点ランキング4位の10ゴールと一人奮闘。この活躍が評価され、 J リーグクラブの練習にも参加するようになります。しかし結局どこのクラブからも正式オファーが来ず、鎌田は再び壁に当たります。それでも1クラブだけ彼の可能性にかけた男がいました。それは当時サガン鳥栖のスカウトを務めていた牛島正次。牛島はもっとできる、もう一度見てほしい、高校生が1回の練習で自分の力を見せるのは難しいものとクラブの幹部に直談判。その言葉の通り、鎌田は鳥栖のトレーニングで回数を重ねるごとに持ち前の攻撃センスを発揮し始めます。そして最終的にプロ入りを勝ち取ります。ここまで紆余曲折あった鎌田は鳥栖入団直後、ここまで彼を支えた両親に感謝の手紙を添えて腕時計をプレゼントし、これから週末はめちゃくちゃ楽しくさせるからねとプロでの活躍を誓いました。2015年シーズンから鳥栖に入団した鎌田ですが、ここで彼にとって大きな出会いが待ち受けていました。それはこのシーズン監督に就任した森下仁。若手育成で定評のある指揮官はキャンプの時点で鎌田の才能を見抜き、高卒1年目ながらテストマッチに積極的に起用します。そして2015年5月10日 J1 第11節松本山鹿戦で J1 デビュー。ファーストタッチでいきなり30メートルほどのスルーパスを通し、さらにミドルシュートでプロ初ゴールを決めてチームを引き分けに導くという鮮烈なパフォーマンスを見せます。そのままコンスタントに出場機会を確保し、ルーキーイヤーは21試合で3ゴールを記録。この年の8月にはアンダー22日本代表のトレーニングキャンプにも招集されました。プロ2年目の2016年シーズンも鎌田はレギュラーに君臨。28試合で7ゴールとフィニッシャーとしても才能を見せるようになります。この頃から海外移籍を視野に入れていた鎌田は、海外クラブとコネクションを持つ代理人と契約し、自らの夢を叶えるべく動き出します。
そしてサガン鳥栖のトップ下として不動の地位にいた3年目の2017年夏、ついに念願の海外移籍が実現します。移籍先はドイツブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルト。獲得に際しフランクフルトのボビッチ CEO は、我々は彼の出場した試合を数多く見てきたが、大地は大きなポテンシャルを持った選手、彼の加入によって攻撃的ミッドフィルダーのバリエーションがさらに広がると喜びを口にしました。移籍が決まった鎌田は6月25日鳥栖での最後の試合に出場し、アシストを決めて自ら花道を飾ります。試合後のセレモニーで鎌田は、僕は高校の時に拾ってもらって、サガン鳥栖だけが僕に声をかけてくれた。クソガキだった僕の面倒を見てくれてすごくお世話になりました。あの人じゃなかったら今の僕は確実にいないと、チームと1年目監督だった森下に感謝の言葉を述べました。感謝の思いを胸にフランクフルトにやってきた彼ですが、チームには当時の日本代表キャプテン長谷部誠がいました。鎌田は後年、ファーストインプレッションは何ですかね、怖そう、怒られそうと思っていましたねと当時の長谷部の印象について語っています。そんな頼もしい大先輩がいる中始まったフランクフルトの1年目でしたが、新参を舐めることに。シーズン序盤は好調だったものの、周囲から誤解されやすい性格の鎌田は、首脳陣から走れない、戦えないと思われ、結局リーグ戦わずか3試合出場にとどまります。鎌田は全体練習から外され、ひたすら森の中を走らされていたといいます。結局シーズン終了後構想外になり、翌シーズンはベルギーのシントトロイデンにレンタル移籍することに。ここで出られなければ俺は終わる、鎌田はそう覚悟を持って勝負のシーズンに挑みます。シントトロイデンの監督ブライスは鎌田のプレーを見て、ミッドフィルダーよりもフォワードに近い役割を与えます。このコンバートが鎌田の攻撃センスを再び目覚めさせます。鎌田は序盤はベンチスタートが多かったものの、中盤からレギュラーに定着。対峙するディフェンダーを手玉に取り、ゴールキーパーの予測を外すプレーを見せ、リーグ戦で24試合12ゴールと得点を積み重ねました。シントトロイデンの活躍が評価され、シーズン途中の2019年3月には日本代表デビューを果たし、シーズン後にはフランクフルト復帰を勝ち取りました。復帰1年目の2019-20シーズンはヨーロッパリーグで大暴れ。グループリーグ第5節アーセナル戦で2ゴールを決め、当時のウナイエメリ監督を解任に追いやります。さらに決勝トーナメント1回戦ザルツブルク戦ではキャリア初のハットトリックを決めます。ヨーロッパリーグを中心に活躍した鎌田はこのシーズンも公式戦2桁ゴールを記録。2年前戦力外とみなされていた男はシーズン終了後フランクフルトとの契約延長をつかみます。2020-21シーズンも鎌田の勢いは止まりません。このシーズンは強豪相手の活躍が目立つように。2020年12月5日のドルトムント戦では味方のロングパスに反応し、絶妙なトラップから鮮やかにゴールをゲット。2021年2月21日にはバイエルン・ミュンヘン戦で1ゴール1アシストを記録。チームも鎌田の活躍でドイツの絶対王者相手に大金星を飾ります。最終的に鎌田はリーグ3位となる12アシストを決めて完全に主力選手として定着します。チームの中心に成長した鎌田ですが、クールで淡々としたスタンスは崩しません。チームメイトの長谷部からは、お前マジで周囲からのイメージで損してることが多いよなと呆れられるほど。そんな鎌田も家に帰ると別の顔を見せます。ピッチを離れた鎌田はいつも息子と時間を過ごしていると言います。愛息が寝ている時は奥さんとオンラインゲームを一緒に楽しんで、夫婦の時間を楽しんでおり、家族との絆を大切にしているようです。公私ともに充実していた鎌田は 2021-22 シーズンさらに飛躍を遂げます。チームはリーグでは11位と低迷するものの、ヨーロッパリーグで大躍進。準々決勝ではスペインの名門バルセロナと対戦。自身が一番対戦したかった相手に対し、鎌田は決勝ゴールをお膳立てする活躍。試合後にはバルサのシャビ監督の口から名前が出るほどのインパクトを残します。準決勝ウエストハム戦ではファーストレグで決勝ゴールをマークし、チームを決勝に導きます。決勝の相手はスコットランドのレンジャーズ。鎌田はこの大舞台でチーム最多となる敵陣パス本数29本、タックル4回を記録。試合は120分で決着がつかず PK 戦に。 PK 戦前、監督のオリバー・グラスナーは
長谷部と鎌田に3番目のキッカーをどちらかに蹴ってほしいと声をかけます。鎌田は自分が蹴ると即答し、キッカーに指名されます。そして彼は冷静にゴール右隅に PK を決め、チームメイトも全員 PK を沈めて念願のヨーロッパリーグ優勝を決めました。血の滲む努力や苦労が報われた鎌田は試合後感極まり号泣。この時について鎌田は、僕はこれまでサッカーに対して時間をかけて誰にも負けないくらいやり続けてきた自信はありました。でもずっとうまくいかなくて、これまでのサッカー人生がフラッシュバックしたからだったんでしょうね、あんなに泣いたのは、と振り返ります。ヨーロッパリーグでの活躍を通して鎌田は欧州サッカー界でさらに評価を高め、強豪クラブへの移籍が噂されるようになります。噂が出たのはイングランドプレミアリーグのトッテナムやポルトガルのベンフィカなど、特にベンフィカは個人合意の報道が出るほど移籍が間近に迫っていました。結局グラスナー監督の強い意向でフランクフルトに残留することになり、移籍は叶いませんでしたが、鎌田の市場価格は上昇。2022年9月22日現在、日本人1位タイの2200万ユーロとなっています。ここ数年のクラブでの活躍で日本代表における序列も上がります。2022年9月23日のキリンチャレンジカップアメリカ戦で先発出場、先制ゴールを決め FIFA ランク上位のチーム相手の勝利に貢献しました。トップ下で攻守に躍動する姿はカタールワールドカップで森保ジャパンが鎌田のチームとして挑むことを予感させました。世界で活躍してほしいという思いを込められ名付けられた男は、いよいよ初めてのワールドカップに挑みます。鎌田が日本代表をどこまで導けるか今から楽しみです。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。ガンバ大阪のユースに上がれないなど、少年時代多くの挫折を味わった鎌田はサガン鳥栖でプロデビュー。2年後にフランクフルトに移籍するも、1年目は出場機会に恵まれず戦力外となり、シントトロイデンにレンタル移籍。しかしベルギーの地で攻撃センスが開花し、フランクフルト復帰後は攻撃の中心に君臨し、ヨーロッパリーグ優勝の立役者となります。日本代表でも評価されるようになり、カタールワールドカップでは攻撃の中心として期待されます。様々な苦労をしてきた鎌田は今、日本人ミッドフィルダーで最もビッグクラブに近い男と言えるでしょう。カタールワールドカップとフランクフルトでの活躍を通してどこまで上り詰めていくのでしょうか。中田英寿や香川真司に匹敵する、いやそれ以上の高みにたどり着けることを期待しましょう。2022年カタールワールドカップで我らが日本代表はドイツ、スペインという優勝経験国を撃破し、世界を驚かせました。日本中を熱狂させた日本代表ですが、彼ら以外にもピッチ外で脚光を浴びた日本人がいました。その男の名は本田圭佑。アベマ TV で解説を担当した本田は、プレー面戦術面で明確かつ的確な解説をしつつ、松木安太郎ばりのテンションで日本代表を応援するなど、その解説は話題を呼びました。そんな彼は2010年代の日本代表の象徴的なプレーヤーでした。日本代表としてワールドカップに3大会出場し、日本人史上最多の通算4ゴールを記録。クラブレベルでは AC ミランやチェスカモスクワなどで活躍。特にミランではエース番号の背番号10をつけてプレーしていました。選手としては強靭なフィジカルと強烈な左足を武器に主にトップ下でプレー。左足から放たれる無回転フリーキックは日本中をワクワクさせました。またピッチ外ではビッグマウスとして知られ、近年はサッカーの他にもビジネスマンとして活躍の領域を広げています。この動画では本田圭佑のこれまでのキャリアを振り返りながらご紹介していきます。最後までぜひご覧になってください。1986年6月13日、本田圭佑は大阪府摂津市で次男として生まれます。本田の父は野心家で、何度も事業を起こすも毎回失敗し、一つの仕事を長く続けることができない人でした。そのため家族の生活はなかなか安定せず、家族の生活は苦しいものでした。そのような状況は本田の両親の関係に影響を及ぼし、本田が小学2年生の時に2人は離婚。本田は父に引き取られましたが、その父は仕事で忙しく、彼は祖父母に育てられることになります。
とはいえ家計を支えるため2人も仕事をしていたため、学校から帰宅しても家には誰もいないといった状況はよくあり、必然的に何でもかんでも自分でやらないといけない環境でした。また彼の祖父や父は本田に対し厳しい言葉を浴びせることが多く、それが彼のハングリー精神を育んでいくこととなります。本田とサッカーの出会いは両親が離婚した小学2年生の時。現在本田の代理人を務めている兄ひろゆきの背中を追って FC 摂津に入団したことに始まります。サッカーに夢中になった本田は卒業文集で将来セリエ A の背番号10になると書き、中学校に上がる頃にはプロになるという夢を持つようになっていました。中学校に入ると本田はガンバ大阪のジュニアユースに入団。同期には現在川崎フロンターレに所属する家永明弘やガンバの正ゴールキーパー東口正明がいました。本田はこの同期の中でも高いテクニックを持つ選手でしたが、中学卒業後のユースチーム昇格を見送られてしまいます。その理由はパス&ゴーという基本ができないほどスタミナとスピードに致命的な問題を抱えていたからでした。挫折を味わった本田は地元大阪を離れ石川県の星稜高校に進学します。高校に入ると本田は挫折した自分を盛り返すために毎日必死にやっていたと語る通り、24時間365日サッカーに捧げる生活を送ります。まず本田は弱点だった走力を克服するため陸上部に所属していた同級生に頼み込み、2年もの間毎日朝5時半から10キロの走り込みを敢行。1年生にしていきなりレギュラーの座をつかみます。ピッチ上では先輩であろうがお構いなく堂々とタメ口で指示を出し、強烈な左足で周囲を動かす。先輩や同級生と衝突しながらも自分の信念を曲げず、ストイックに自らのプレーを磨く本田は3年の時チームのキャプテンに就任。変わらぬサッカーへの姿勢を貫き、仲間と協力しながらチームをまとめ上げ、最後の全国高校サッカー選手権で星稜高校を過去最高のベスト4に導きました。高校時代の3年間で本田は技術、フィジカル、サッカー IQ、 そしてフットボーラーとしてのメンタリティ全てにおいてスケールアップし、 J リーグのクラブから関心を寄せられる存在になります。そして2005年、本田は名古屋グランパスへ入団し念願のプロとなりました。2005年3月5日、本田はジェフ千葉戦でクラブ史上4人目となる高卒ルーキーの開幕スタメンでプロデビュー。この試合でいきなりアシストを決めます。さらに4月28日の東京ヴェルディ戦ではプロ初ゴールをマーク。本田は高卒1年目ながら31試合に出場しました。2年目からは左サイドのレギュラーとして起用されるようになり、2006年シーズンはリーグ戦29試合6ゴール、2007年シーズンは30試合3ゴールと着実に実績を積んでいきます。そして3年目のシーズンが終わった2008年1月16日、本田は海外へ移籍します。移籍先はオランダのフェイフェイフェイフェンロー。加入直後の試合にいきなり出場し、その後レギュラーに定着したもののチームは低迷。チームは2部に降格し、14試合で2ゴールに終わった本田に対する批判も上がってきました。この当時の本田は自分の中の美学はパスだったと語るほど、決してシュート意識の高い選手ではありませんでしたが、攻撃的選手としてヨーロッパで生き残っていくためには数字、特にゴールを残さないと評価されないと肌で感じ、ここから貪欲にゴールを狙うプレースタイルに変えていきます。2部リーグで迎えたフェンロー2年目、背番号を10に変更した本田はゴールゲッターとしての才能を開花させます。このシーズン本田はリーグ戦36試合に出場し16ゴール13アシストと大暴れ。攻撃の軸として、そしてシーズン途中からキャプテンとしてリーグ戦優勝と一部復帰に大きく貢献。2部リーグのシーズン MVP に選ばれました。この頃から日本代表にも呼ばれるようになり、2008年6月のバーレーン戦で A 代表デビューを果たし、2009年5月のチリ戦では代表初ゴールをマーク。岡田ジャパンの新たな切り札として期待が集まるようになります。さらにこの頃から本田のビッグマウスぶりが注目されるようになります。先ほどの代表初ゴールを挙げた試合後のインタビューでは、僕には俊さんにないものがあると思うと、本田とポジションを争うライバルで当時代表の絶対的エースだった中村俊輔に対し宣戦布告。同年9月オランダとの親善試合ではその中村に対しフリーキックを譲るよう要求。チャンピオンズリーグでマンチェスターユナイテッド相手に2度もフリーキックを決めるなど、世界屈指の精度を誇った中村に対し、本田はあろうことか、俊輔さん最近フリーキック決めてないでしょうと言い放ったといいます。結局この場面は中村が蹴りましたが、この出来事は誰であろうと自分を主張する本田らしさを象徴した出来事でした。一方クラブでも昨シーズンに続き本田はフェンローで無双、18試合で6ゴール7アシストを記録します。しかしこのシーズン途中の2010年1月1日、本田はロシアのチェスカモスクワへ移籍。チェスカモスクワに加入した本田はいきなりヨーロッパ中に衝撃を与える活躍を見せます。それは加入後2戦目となったチャンピオンズリーグラウンド16セカンドレグ、相手はスペインの強豪セビージャ。
本田は前半39分に先制点をアシストすると、後半10分には約30メートルの距離から無回転フリーキックを叩き込み、チームのベスト8進出に貢献。この試合のマンオブザマッチに選ばれ、ヨーロッパの複数のスポーツ誌にてチャンピオンズリーグ週間ベスト11に選出されるなど、その名をヨーロッパに轟かせます。チャンピオンズリーグでの活躍は代表での序列にも影響し、2010年に入ると本田はトップ下のポジションをつかみます。当時の監督岡田武史は2010年開催の南アフリカワールドカップでの目標をベスト4と掲げていましたが、本田は優勝を目標として公言するなど、そのビッグマウスぶりは健在でした。しかしワールドカップを目前に迎えた岡田ジャパンの状態は最悪でした。ワールドカップ開幕前のテストマッチ4試合すべてで敗戦、ベスト4どころか岡田解任論が噴出するレベルでした。そんな中迎えたカメルーンとのワールドカップ初戦、岡田は大きなギャンブルに出ます。なんと本田をそれまで経験のないワントップに起用。しかし本田は強靭なフィジカルを生かしたキープ力でその役割を見事に全う。さらに前半39分に松井大輔からのクロスをトラップミスしながらも左足でこの試合の決勝点を決め、日本の自国開催以外のワールドカップ初勝利に貢献します。本田の勢いは止まらず、決勝トーナメント進出をかけたグループリーグ最終戦のデンマーク相手に、今でも語り継がれる伝説の30メートル超えの無回転フリーキックを沈め、この大一番での勝利に貢献。決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦では PK 戦の末敗れたものの、この試合でも本田は強烈なミドルシュートを放つなど強い印象を残しました。最終的にこの大会本田は4試合中3試合でマンオブザマッチに選ばれ、以降日本代表を引っ張っていく存在となっていきます。南アフリカワールドカップ終了後、日本代表監督に就任したアルベルト・ザッケローニは攻撃的なサッカーを志向し、その中心として本田を本職のトップ下に据えます。2011年1月に開催されたアジアカップでは全6試合中5試合に先発出場。出場した5試合では日本の9ゴール中6ゴールに絡む大活躍を見せ、大会優勝に貢献。大会 MVP にも選ばれました。代表で絶対的な地位を確立した本田は、チェスカモスクワ監督レオニード・スルツキから絶対的な信頼を得て、トップ下だけでなくボランチや右サイドでも出場し、2010-11シーズンのリーグ優勝に貢献。本田は順調にキャリアの階段を歩んでいると思われましたが、2011年8月本田にアクシデントが襲いかかります。同じモスクワを本拠地とするスパルタクモスクワとのダービーで右膝半月板を損傷し手術、半年にも及ぶ長期離脱を余儀なくされ、この時期に行われていたワールドカップ3次予選に1試合も出場することができませんでした。しかし復帰後の本田は怪我を思わせないパフォーマンスを見せます。2012年6月から始まったブラジルワールドカップ最終予選では、初戦のオマーン戦で先制点を決めると、次のヨルダン戦ではハットトリックを達成。チェスカモスクワでもリーグ戦23試合で7ゴールを決め、復活を印象付けました。大舞台での勝負強さは健在で、2013年6月4日のワールドカップ最終予選オーストラリア戦、引き分け以上で出場が決定するこの試合で、後半アディショナルタイムに同点 PK をゴールど真ん中に沈め、ワールドカップへの切符を自らの手で掴みました。その後開催されたコンフェデレーションズカップでも、チームは3戦全敗に終わった中、グループリーグ敗退国から唯一となるグループリーグベスト11に選出。そんな本田はブラジルワールドカップを半年後に控えた2013年12月、ついにビッグクラブに移籍することとなります。2013年12月11日、本田はセリエ A の名門 AC ミランに加入。背番号は自ら希望した10で、小学校の卒業文集で書いた夢を達成しました。入団会見ではミランを選んだ理由を聞かれた本田でしたが、彼の回答は本田らしさに溢れていました。心の中で私のリトル本田に聞きました。どこのクラブでプレーしたいんだと。そうしたら心の中のリトル本田が AC ミランだと答えた。念願のミラン加入を果たした本田でしたが、そのスタートは前途多難でした。2014年1月12日のサスオーロ戦で途中出場でセリエ A デビューを果たしますが、翌日監督のマッシミリアーノ・アレグリが成績不振により解任。新監督に就任したミランのレジェンドクラレンス・セイドルフは本田を右サイドで起用。本来のポジションではないということもあり、このシーズンリーグ戦14試合1ゴールと期待されたほど活躍はできませんでした。そんな中本田は2度目の、そして優勝を目指すブラジルワールドカップに臨みます。運命の初戦コートジボワール相手に、本田は前半ゴール斜め45度から左足でニアをぶち抜き、待望の先制点を決めます。しかし後半英雄ディディエ・ドログバを投入し、身体能力を前面に押し出した攻撃に苦しめられ、立て続けに2失点。大事な初戦で1対2の逆転負けを喫してしまいます。
2戦目のギリシャ戦ではホンダはマンオブザマッチに選ばれるものの、日本は退場者を出した相手を崩せずスコアレスドロー。崖っぷちとなった3戦目コロンビア戦、ホンダは前半終了間際に岡崎慎司のゴールをアシストしましたが、後半コロンビアに立て続けに失点し1対4で完敗。優勝を目指して挑んだ大会で1勝も挙げられず去ることとなってしまい、4年間培ってきた自分たちのサッカーは完膚なきまでに叩きのめされました。コロンビア戦後ホンダは、非常に惨めだがこれが現実と悔しさをあらわにし、4年後のリベンジを誓いました。しかしここからの4年間はホンダにとって非常に苦しいものとなります。ミラン2シーズン目となった 2014-15 シーズン、開幕から3トップの右ウィングで起用されたホンダは、開幕後立て続けにゴールを決めますが、次第に得点から離れるようになり、開幕直後は2桁ゴールペースだったものの、最終的にリーグ戦29試合6ゴールに終わります。続く 2015-16 シーズンは30試合1ゴール、2016-17 シーズンは8試合1ゴールと低調な成績に終わり、自ら望んで背番号10をつけたこともあり、サポーターからの批判を浴びることも少なくありませんでした。日本代表でもそれまで絶対的だった立場が、バヒド・ハリルホジッチの監督就任以降暗雲が立ち込めます。デュエルを好み、選手には私のチームにスターはいらない、満足できないのであれば今すぐ出て行ってもらう、それが私のやり方だと監督への絶対的な忠誠を求めるハリルと、攻撃的なサッカーを好み自分の主張を厭わないホンダの相性はまさに水と油。代表でも出場機会を徐々に失っていくようになり、ワールドカップ本大会のメンバーからも落選するのではないかという声が噴出します。そんな状況下、ホンダは環境を変えることを決断。 2016-17 シーズンが終わるとヨーロッパを離れ、メキシコのパチューカに移籍します。ここでホンダは再び出場機会をつかみ、ワントップやトップ下、右サイド、インサイドハーフなど複数のポジションでプレー。リーグ戦29試合で10ゴール7アシストと復活を印象付ける活躍を見せました。さらにホンダにとって追い風となったのが、2018年4月のハリルの日本代表監督解任。相性最悪だったハリルが解任され、ホンダは無事ロシアワールドカップ本大会のメンバー入りを果たします。ハリルの後任となった西野晃は、このワールドカップでホンダをスーパーサブとして起用。グループリーグ初戦、前回屈辱を味わわされたコロンビア相手に、ホンダはコーナーキックから大迫勇也の決勝点をアシストし勝利に貢献。続くセネガル戦では後半33分に同点ゴールを決め、試合を引き分けに持ち込みました。これによりホンダは史上6人目となるワールドカップで3大会連続得点とアシストを記録した選手となりました。ホンダの活躍もあり、日本代表は決勝トーナメントに進出。決勝トーナメント1回戦のベルギー戦で8年前達成できなかったベスト8に再びホンダは挑戦することとなります。この試合ホンダは2対2と同点にされた後半途中から出場し、後半終了間際にチャンスを迎えます。ゴール前30メートル超えの位置でフリーキックをつかむと、キッカーはもちろんホンダ。8年前のデンマーク戦を彷彿とさせる無回転フリーキックをホンダは放ちますが、相手ゴールキーパーティボー・クルトワは好セーブ。その流れから掴んだコーナーキックをホンダはゴール前に蹴りますが、それをクルトワがキャッチし、ベルギーはすかさずカウンターを仕掛けます。日本はロストフの14秒と呼ばれるその芸術的カウンターで決勝点を決められ、チームは逆転負け。ホンダの夢はここでついえました。試合後ホンダは、僕自身はこれが最後のワールドカップになる、次の世代にバトンを渡してワールドカップで優勝という目標を掲げて引っ張っていく若い連中に期待したいと、ワールドカップ優勝の夢を次の世代に託すことを明言。代表の第一線から退きました。ロシアワールドカップ後、ホンダは様々な国の様々なクラブを渡り歩きます。この4年間でオーストラリアのメルボルンビクトリー、オランダのフィテッセ、ブラジルのボタフォゴ、アゼルバイジャンのネフチバク、そしてリトアニアのスードゥバと5つのクラブでプレーし、スードゥバ退団後の現在は無所属です。一方ホンダはこの頃からサッカー選手以外の活動にも力を入れるようになります。2012年頃からサッカースクールの運営などビジネスも行うようになったホンダですが、2015年6月からオーストリアのシュポルトフェラインホルンというクラブの経営に参画。シュポルトフェラインホルンの経営からは2019年に撤退しますが、現在カンボジアのソルティーロアンコール FC とウガンダのソルティーロブライトスターズの実質的なオーナーとなっています。他にもビジネスマンとして投資ファンドを設立するなど、その活動は多岐にわたっています。またサッカーの現場から完全に離れたわけではなく、2018年8月からカンボジア代表の実質的な監督兼 GM に就任。現在もチームを指導しています。ロシアワールドカップ後、選手のみならず指導者、ビジネスマンと様々な分野で活躍しているホンダですが、カタールワールドカップでの名解説は連日サッカーファンの話題となっています。
7分いやバスが雑いねんなど、この大会ホンダが生んだ名言は数知れません。また解説の内容も的確で、一部で日本代表監督就任論が湧き出るほどでした。もしホンダジャパンが誕生したら、ピッチ内外で日本サッカーが盛り上がることは間違いないでしょう。そんなことを夢見ながら今回は終わりにしたいと思います。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。貧しさ、両親の離婚と厳しい環境で育ち、中学時代にはガンバユースに昇格できないという挫折を味わった本田圭佑は、そこで培われたハングリー精神で高校時代に飛躍しプロデビュー。プロになると早くから海外に移籍し、オランダ、ロシアでプレーし、名門 AC ミランの10番をつかみ取ります。日本代表ではワールドカップに3大会出場し、日本人最多の通算4ゴールを記録。そのビッグマウスもあり、2010年代の日本代表を象徴する選手として活躍しました。現在はサッカー選手以外にもサッカー指導者やビジネスマンとして多岐にわたって活動しており、先日のカタールワールドカップではその解説が話題となりました。今後の本田圭佑がどういった道を進んでいくのか、我々は目を離すことができません。ドイツブンデスリーガの SC フライブルクに所属する堂安律、強靭なフィジカルと鋭い左足のカットインで右サイドを支配する日本代表のサイドアタッカーです。積極的にドリブルやシュートを仕掛けていくプレースタイルは彼の強気な性格そのものを表しており、同じ左利きで元日本代表本田圭佑と重なるところがあります。そんな堂安は高校生の時にガンバ大阪でデビューし、わずか19歳でオランダに渡ります。オランダのフロー人間で実績を積んだ堂安は2年後同国の名門 PSV に移籍。ドイツビーデフェルトへのレンタルを挟み、 PSV でも活躍を見せた彼は2022-23シーズンからフライブルクでプレーをしています。日本代表でも11月に開催されるカタールワールドカップでの活躍が期待されています。また堂安は批判を恐れない勝ち気な発言も注目される選手です。この動画ではそんな彼がこれまでどんなキャリアを送ってきたのか、強気発言の数々とともに振り返ってご紹介していきたいと思います。堂安律は1998年6月16日、兵庫県尼崎市に3兄弟の末っ子として生まれます。厳格な両親の下で育った堂安は、幼少期から勝ち気な性格で、兄弟喧嘩をして泣かされると、逆に兄を流し返しに行くような子供だったようです。そんな堂安少年がサッカーに触れたのは3歳の時、すでにサッカーを始めていた2人の兄の練習について行ったことがきっかけでした。4歳から地元の少年サッカーチームに入団すると、早速その才能の片鱗を見せます。当時堂安を指導していたコーチは、大抵の子がうまくできないインサイドキックを堂安がきれいに蹴っていたと振り返り、当時から何か違ったものを持っていたと語っています。小学生になるとそのうまさはさらに際立つように、とある大会ではディフェンダー全員とゴールキーパーをかわしてゴールを決めるというマラドーナのようなプレーを披露。そんな堂安は小学3年生の終わりに県内屈指の強豪西宮サッカースクールの門を叩きます。ここでも堂安は圧巻のプレーをし、小学4年生の時にさらにレベルの高いチームへ行こうという考えでセレッソ大阪のセレクションを受けます。しかし結果はまさかの不合格。このセレクションは彼にとって大きな挫折となり、後にセレッソからオファーが届くような選手になっても1秒で断ると決めたほどでした。この経験を糧に堂安は西宮サッカースクールで練習に打ち込み、小学5年生の時に関西のチームが一挙に集うフジパンカップでチームを優勝に導きます。この頃から関西ナンバーワン小学生プレイヤーと呼ばれるようになり、中学に入る時に様々なクラブからオファーが届きます。その中には2年前に堂安を落としたセレッソ大阪もありましたが、堂安は宣言通りセレッソ入団を辞退、同じ大阪のライバルクラブであるガンバ大阪に入団します。家永明宏や宇佐美隆といった名手を輩出し、関西全土から有数のタレントが集まるガンバ大阪のユースは、負けず嫌いの堂安が成長するには最高の環境でした。一つ上の世代に林大地や初瀬亮、さらに二つ上には鎌田大地や井出口洋介という俊英が揃っているハイレベルな練習に、堂安は持ち前の負けん気を生かして必死に食らいつきます。
ここで堂安はドリブルだけでなく、周りを使うことや相手を外す動きを覚え、プレイヤーとして一皮むけ、2012年にはアンダー15年代で3冠を達成。この頃からアンダー16日本代表にも選ばれるようになりますが、攻撃的なポジションではなくサイドバックに起用されます。不本意な起用にもかかわらず、堂安は何一つ文句を言わず、認められるように頑張りますと腐らずに努力を続け、高校1年生のアンダー16アジア選手権ではキャプテンを任されるまでになりました。2015年になると堂安は2種登録され、ついにトップチームのキャンプに招集されます。2015年5月27日アジアチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦 FC ソウル戦でクラブ史上2番目の若さでデビュー。さらに6月の鹿島戦でクラブ史上最年少で J1 出場を果たします。6月20日のベガルタ仙台戦では公式戦初スタメンにも起用され、11月には翌年からのトップチーム昇格が内定。2016年の前半はガンバ大阪のアンダー23チームを中心にプレーし、 J3 の得点ランキング首位に立つ活躍を見せます。この頃から海外クラブからも注目されるようになり、7月にはオランダの名門 PSV アイントホーフェンから正式オファーを受けます。ただしこのオファーは当時のトップチームの監督長谷川健太とドイツでプレーしたことがある宇佐美隆のアドバイスを受けて断ることに。代表では同年10月アンダー19アジア選手権に出場。チームは決勝でサウジアラビアに PK 戦の末勝利して大会初優勝を果たし、堂安は大会 MVP に選ばれ、同年のアジア年間最優秀ユース選手賞も受賞。翌年5月にはアンダー20ワールドカップに出場、4試合で3ゴールをマークし、 FIFA の公式ツイッターでは日本のメッシと評されました。アンダー20ワールドカップの活躍もあり、6月にはオランダフローニンゲンにレンタル移籍を果たします。8月13日のリーグ開幕戦ではいきなり初先発し、9月21日のカップ戦1回戦ヘラクレス戦で移籍後初ゴールをマーク。9月30日のズボレ戦ではリーグ初ゴールを決め、加入1年目でフロー人間の攻撃陣の一翼を担う選手になります。最終的に2017-18 シーズンは29試合9ゴールを決め、シーズン終盤にはフロー人間が買取オプションを行使し、翌シーズンからの完全移籍が決まりました。フロー人間での活躍が評価された堂安は2018年8月ついにフル代表に初招集されます。9月11日のコスタリカ戦で A 代表初出場を果たし、10月16日のウルグアイ戦では A 代表初ゴールを決めます。代表初招集にもかかわらず、中島翔や南野匠と2列目で見事なコンビネーションを見せ、メディアからは三重師と呼ばれるように。長年代表を支えた本田圭佑、香川真司、岡崎真司のビッグスリーに代わる新しい攻撃の中心として期待を受けるようになり、若手版バロンドールにあたるコパトロフィーの候補者にもノミネートされました。2019年1月にはアジアカップのメンバーに選ばれ、右ウィングのレギュラーとして6試合に出場し、2ゴールを記録し、チームの準優勝に貢献。大会中は長友佑都と共に毎日ジムでトレーニングをし、師弟関係を築きます。堂安について長友は、向上心があって本当に情熱がある選手と語り、かつて共にプレーしたコウチーニョやコバチッチと比較しても劣らない選手と評価しています。またこのアジアカップでは興味深い出来事も起こりました。準々決勝でベトナムと当たった際、ベトナムメディアから堂安に注目が集まります。その理由は堂安の名前。堂安という名前はベトナムでポピュラーな名前で、試合前堂安のルーツはベトナムにあるのではという憶測が流れました。実際には堂安とベトナムには関係がなかったものの、ベトナム代表には堂安とアルファベット表記されるルアン・バン・ハウがおり、堂安対決が実現しました。日本代表では右サイドの定位置を確保した堂安はプロ人間でも引き続き活躍を見せます。2年目となる2018-19 シーズンは33試合で5ゴールを記録。ステップアップを望んだ堂安はシーズンオフにガンバ時代にも獲得オファーを出した PSV に完全移籍します。しかしPSV に移籍した堂安は海外移籍後初めて苦しいシーズンを過ごすことに。フロー人間ではエースとして活躍していた堂安でしたが、 PSV にはビッグクラブが注目するようなアタッカーが何人もいます。その中でコデの打開と味方との連携のバランスに苦心します。チームの状態も良くなく、堂安の出場機会は減少。この頃のことを堂安は、 PSV に移籍した1年目なんかは考えすぎて自分のプレーを分析したり、試合を90分見てこうしたらいいとか考えすぎたりしてしまった、悪いプレーを分析してしまうとそのシーンになった時に悪いプレーが頭をよぎってしまったと語っています。苦しいシーズンを送った堂安ですが、この頃野球好きという意外な一面も明らかになりました。2020年1月に PSV の練習場で堂安は複
福岡ソフトバンクホークス所属でオランダ出身のバンデンハーク投手と対面。海外でチャレンジすることや堂安が好きな巨人とソフトバンクが戦った2019年の日本シリーズなどについて語り合い、2人は打ち解け合いました。こんな出来事もあった 2019-20 シーズンはリーグ戦19試合2ゴールに終わります。出場機会を求めた堂安は 2020-21 シーズンドイツブンデスリーガのビーレフェルトにレンタル移籍します。ビーレフェルトに加入するとレギュラーに定着し、10月18日にはバイエルン相手にリーグ初ゴールを記録。チームは残留争いに巻き込まれますが、最終節に勝利を決定づける2点目を決め、残留に大きく貢献。最終的にこのシーズンはリーグ34試合でチームトップタイの5ゴールを記録し、チームのエースとして活躍しました。年間ベストルーキー賞の候補に選ばれ、月間ベストルーキー賞も最多でノミネートされました。ビーレフェルトはこの活躍を受けて堂安の完全移籍を目指しましたが、コロナに伴う財政難でかなわず、 2021-22 シーズンは PSV に戻ることに。シーズン終了後、堂安は東京オリンピックに背番号10で出場。グループリーグメキシコ戦で1ゴールを決めるも、チームは4位に終わりメダルを逃すことに。失意のオリンピックについて堂安は、未だに怒りさえ覚えるぐらい鮮明に覚えてますと今でも悔しさを語っています。ビーレフェルトで得た自信とオリンピックでの悔しさを持って PSV に復帰した堂安は、レンタル前とは見違えるような活躍を見せます。リーグでは24試合で8ゴールを記録し、チーム3位のゴール数をマーク。チームもリーグ戦2位、カップ戦優勝と好成績を残しました。一方、日本代表での序列はアジアカップの頃と比べると下がるようになります。ワールドカップアジア最終予選に入ると、伊東純也が4試合連続ゴールを決め、右サイドのレギュラーに定着し、堂安の代表での出場機会が減少。ワールドカップ出場をかけた2022年3月のオーストラリア戦ではメンバーからも外れてしまいました。この時堂安は、逆境大好き人間頑張ります、あ、怪我してませんとツイート。さらにその直後のリーグ戦で結果を残すと、2ゲームス2ウィン1ゴール1アシスト not bad とツイートし、選出しなかった森保監督を煽るような強気のコメントを残します。この時の心境を堂安は、目は笑っていない、どこかで自分はめちゃくちゃ悔しい思いがあったし、腹立つ気持ちも出てきていた、突破決めてよかったと思ったけど、その後みんなが喜んでいる姿は見ていないと告白。代表では発言が目立つ堂安ですが、再び物議を醸す発言をします。2022年6月14日のチュニジアとの強化試合で0対3で完敗した後、本田圭佑が、なあ、サッカーやるなら上目指せよとツイート。これに対して堂安は、日本代表のことでしょうかと反応。サポーターからは、ちょっとした喧嘩が起きてしまうのかという声が上がりました。その後本田から、愚問です、日本代表はワールドカップ優勝を目指している集団でしょうから、昨日の試合もカンボジア代表の試合と重なって見れてないですとツイートしたことで、事態は沈静化しましたが、この出来事について本田は堂安のことをらしいなと思ったと語っています。そんな堂安はワールドカップ出場のため、さらなるステップアップを決断し、2022年夏にドイツブンデスリーガフライブルクに移籍します。名門 PSV からの移籍について堂安は、もちろん PSV の方が有名です、だけどプロサッカー選手として活動している僕の目から見ても、フライブルクは素晴らしいクラブ、ブンデスリーガ6位、ヨーロッパリーグ出場権の獲得、 DFB ポカール決勝進出は十分すぎるほどの結果ですとフライブルクの魅力を力説。次のステップに進む良いタイミングだったと語り、カタールワールドカップの初戦ドイツ戦に先発出場することを目標に掲げています。フライブルク加入後、早速右サイドのスタメンをつかみ、チームの攻撃を活性化。伊東純也からポジションを奪うべく、森保監督に猛アピールを見せています。堂安の強気な姿勢は、死の組に入れられた森保ジャパンに必要な存在となるでしょう。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。ガンバ大阪でデビューした堂安は、19歳でオランダに渡り、2年後には名門 PSV の一員に。はじめは苦戦したものの、ビーレフェルトへのレンタルを経て、名門クラブにふさわしいプレーを披露するようになり、今年からフライブルクでプレーしています。代表ではデビュー直後は右サイドのスタメンをつかみますが、伊東純也にその座を奪われ、ポジションを奪い返すべく奮闘しています。強敵ドイツやスペインが待ち受けるワールドカップでは、本田圭佑顔負けの気持ちの強さを持つ堂安は、必ず必要な存在となるでしょう。強靭なフィジカルとメンタル、鋭い左足を持つこのアタッカーは、フライブルクからさらにビッグなクラブにきっと羽ばたけると思います。今後の堂安の歩みに注目です。ここまでご視聴していただきありがとうございます。今後もこのような動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。